というわけで皆さんこんにちは、開封大好きよしひろです。アルプラ内田です。アルプラ動画第2弾でございます。皆は MTG 専門フリマアルプラをご存知だろうか。通常のフリマサイトと違い、カードを預け入れて出品する仕組みなので、取引成立後に発送する手間などが不要、超便利。前回どうでしたか、反響は。もう本当にすごくてですね、はい、ご覧になっていただきたいんですけど、はい、前回実質ここだけでしたもんね。そうですね、しかもこれの半分ぐらいだったんですけど、うん、見てください、倍以上なんですよ。まあ、というわけで皆さんありがとうございます、はい、というわけで皆さんのおかげでね、こんなに集まりました。で、今回僕はですね、まあ、普通の出品じゃなくてちょっと高額カードを出品してみようということで、高額カードを持ってきました。どんなカードですか。ちょっと今回いろいろ高値がつきそうなのを持ってきました。というわけでまず1個目なんですけど、はい、あの今回マジックコアムステルダムに、あ、そう、おかげさまで行ってきたんですけど、はい、まあ、そこの、あの、まあ、プロモカード、まあ、一番安い入場チケットのプロモカードのカウンタースペル2枚持ってきました。どうです？本当にあの動画でも見てたんですけど、はい、やっぱかっこいいですね。そうですよね。しかも別にテキストなくてもみんな知ってますからね、カウンタースペルの効果なんか。そうですね。これは皆さん知ってると思います。うん、なんかそのテキストレスとすごいマッチしてるカードで、でこれ出品しても画像って出ます？アルプラで。任せてください。出ます？あ、カウンスペあるわ。はい、ございます。出品ある？出品はないです。さすがにないですよね。さすがにちょっと、だからすごいあのレアなもの持ってきたんで、はい、ちょっとこいつを出品したいんですけど、これいくらなんですかね。いくらなんですかね。これはちょっと競合店調査を。ああ、なるほど。そこを参考にいくらぐらいかっていうのを、はい、そうですね、こう市場の値段を調べる。でもあんまないだろう、単純な話。あ、でも結構あるな。おーおおどうしよう。でもリアルな話すると、やっぱりその海外に行って、うん、マジコン行ってもらえるもんですからね、かなり価値あると思うんですけど、今値段ちらっと見た限りだと、まあ、ついて4000円しないぐらいなんだろうなっていう気がしますね。そうですね、4000円という数字が、うん、はい、あります。これ仮の話として、これ内田さんいくらだったら買おうかなと思います？もしこれめったにない。そうですよね、と思いますよ。カウンタースペル、うん、欲しくないですか。いや、もうこれ硬い価値がこうついてますから、ね、ですよね。だってもう手に入れたらもうレガシー、はい、パウパーモダンも使えますからね。もしかしたらスタンド使える日も来るかもしれない。来るかもしれない、うんうん、3000円を出せるな。あ、じゃあ3000円以上4000円以下みたいな。そうですね、日本では配られていないプロモカードなので非常に希少なカードではあるが、ここで元カードショップ店員ネドリー石橋から衝撃の一言が告げられる。今、はい、ちょっとこっちでも調べたんですけど、はい、まあ、これちょっと元カードショップ店員として、はい、話すんですけど、はい、まず某ちょっと店で、はい、そのカウンタースペルが、はい、3000で売ってるんですよ。え、あ、そうなんだ。で、問題点はここ値段じゃなくて、はい、在庫数。ああ、35万円。あ、じゃあもう結構流れてきてるんだな。そうですね、じゃあ25になっちゃう。そうですね、そこら辺と競争する気があるんだったらちゃんとそこを考えないといけないです。おお、 あとこの僕らのこうおすすめしてることとして、はい、買い取りと戦う。買い取りと戦う、はい、店売りするといくらだけど。ああ、なるほど、確かに。ああ、そうですね、お店に買い取り出すよりかは高く売れるっていうのが良いところです。でも別にこう市場と戦わなくても、自分がこれなら売ってもいいだけでやってもいいと思いますけどね。でもこれ今多分一番安い時期だと思うんですよ。なぜならばこれ配られて、まあ、ちょうど半年ちょい経って、まあ、やっぱその世界的にも流通が多いタイミングだと思うんで、だ今売るのがあんま良くないのかもしんないけど、いやでもちょっと出品したいからな。とか元ショップ店員からのアドバイスもあったけど、2500円ですかね。2500円。うん、2500円どうですか、石橋さん。2500円、現状悪くないと思いますけど、うん、まあ、もう一個言うと、はい、この在庫の多い店って絶対下げちゃうんで、はい、だからあれですね、スタート2500円で、はい、本当にすぐ欲しい人は飛びついてくるので、ただ取り使えなかった場合、その再度調整が必要かなって感覚です。うわー、なんか夢のない話だけど、まあ、じゃあとりあえずそれで。これこのまま出品しても大丈夫ですか。
そうですね、一応当店あの未開封でのプロモという感じでは使ってないので。あ、これじゃあ開けなきゃいけない。そうですね、お待ちいただいた場合は基本的には開けていただく感じになりますし、当店で、まあ、未開封のまま届いた場合はお客さんに開けて大丈夫ですかと聞くことが高額カードとあります。あ、そうなんですね。安いカードだと、まあ、一応、もうカードしか使ってないですと説明しているので、特に安いフレリプロモとかは開けちゃったりします。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあまあ一応、まあ、開けちゃうか。ありがとうございます。この2枚、まあ、2500円でアルプラにて出品です。アルプラのカード出品方法はトップページのクラウドバインダーから出品するカードを選択して値段を決めたら準備完了。対抗呪文マジックコンプロモバージョン2500円にて出品中です。ぜひチェックしてね。で、続いてがシークレットレイヤーショーダウンっていうのをご存知でしょうか。聞いたことしかないです。なんかこのそのマジコンでやってるイベントなんですけど、うんうん、まあ、その勝つとあのシークレットレイヤー版の例えばなんかダクローの失勢だとか、まあ、ラガバンだとかもらえるっていうので、でもあの結構悪いんですよね。そのなんか向こうやっぱ逃走した需要が高すぎて、そのモダンの大会とかスターの大会とかあんま人来てないんで、だからなんか100人満たないぐらいの大会なんですけど、まあ、8になると、まあ、そのラガバンとかもらえて、まあ、買い取りの4000ドルみたいなのだとかで、すごいですね。そう、めちゃくちゃ悪いんですけど、まあ、その大会さらに割がいいのが参加するだけで、まあ、プロをもらえるんですよ。これフェイタルプッシュです。だプッシュなんで全然今パイオニアでもモダンでも使えてめちゃめちゃ良いカードで、え、これのお値段って知ってます？多分かなりいい値段するんじゃないかな。プッシュってあのトーナメントで今こうレガシーすら入ってる。あ、マジですか。まあ、やっぱ黒1万の除去としては最強レベルなんだ。っていうので、やっぱこれって使うとなったらやっぱ複数枚使うカードじゃないですか、うんうんうん、え、さすがにこのプッシュはそんなにあのないですよね、この地球上に。まあ地球まで行ったらあるかもしれないけど、うん、そうですね、この星にあるか怪しいですよね。うん、もうこの星に、そう、フォイルです。そう、フォイルしかないですね、このフェイタルプッシュさんは。そうすると現状日本に出品されているものが合計で目につかない1枚しか。え、マジですか。じゃあ、え、市場も独占できるやん。え、じゃあそれ買ってこれあの倍の値段できます。今ある1枚を買ったらもう完全に市場を晴らせますね。そうですね、吉田さんがこの値段をもう支配してる。確かに。うわ、すげえ。え、じゃあ趣旨変わるぞ。俺それ買いに行こっかな今から。ねえ、市場を完全に掌握することができるもんな。できますね。うん、でもこれあのデッキに入ってたらこう、ね、ありますよ、ね、うん、え、何それやってるし、みたいな。で、価値わかんない人だったら、まあそういうのもあるんだろうなぐらいになっちゃうかもしれないけど、ちゃんと価値わかる人からしたら、おー、シークレットレイヤーショーダウン出たじゃんっていう風になるから、え、じゃあ強気につけちゃおっかな。そうです。2万円。2万円、売っちゃいましょう。そうですね、これ2万にしましょう。フェイタルプッシュ欲しいと思った方は是非、買ってみてください。どう思います、石橋さんは。そうっす。海外調べても150ドルとかだから、いや、めちゃくちゃいいやん。全然妥当な価格が買われちゃっ、ね、なんかちょっと待って、あの、え、2万円の買いに行って5万円とか正しいと思うんですよ、うん、俺ガチでそう思う、うんうん、ちょ、2万円の買ってきて5万円で出品しよう。こう弊社のサービス、こう自由競争を、あ、なるほど、できるようなサービスですので、じゃあまあ今市場にあるやつよりもあえて高くつけましょう。つけましょう。2万5000円にします。2万5000円でこちらあの出品します、フェイタルプッシュ。いやでもやっぱね、綺麗だし傷もないよ多分。いいですね、うん、これちなみに配られた時のスリーブそのまま使ってるんですよ。こうやって渡されるんですよ。かっこいい、うん、これかっこいいですね。そうだからね、あの結構もらった時もテンション上がったし、で、まあ、その8までは残れなかったけど、まあ、多分8に残ってもこういうのでもらえると思います。で、ちなみにこれは優勝すると何もらえるか知ってます？え、そう、8になるとラガバンで、はいはいはい、で、その8の人たちを3日目に集めるんですよね、はいはい、で、それでトーナメントやって最後勝った1人はあの、この時だったら多分暗黒の儀式だったかな。へえ、あ、違う、あれ、あの渦巻く知識だ、渦巻く知識のウルザのバージョンがもらえて、はいはいはい、で、シークレットレイヤーショーダウンは1年で4回しか行われないんで、その渦巻く知識って世界に4枚しかないんですよ。じゃあもう1人がデッキで作ったらもう、そう、作ったらもう終了。え、でもその4枚しかないものをあの結構コンベンションで定期的に売られてるんですよ。確かなんかあれいくら2500万かなんかで4枚買えるんですよ。
安いと思います。2500万で世界で一人になるんですよ。そう、ちょっとこのここの経営がうまくいったらちょっと あれですよね。でちなみに今年配られてるのが暗黒の儀式なんですよ、うん、暗黒の儀式も同じく多分どっかで4枚かき集めてきてまあ売られるんじゃないかなと思いますけど、でも世界に4枚しかないもんでよく4枚集めましたよね。すごいそうですね、なんかドラゴンボールみたいなことになりそうですね、本当に。2023年のシークレットレイヤーショーダウン参加賞として配布された致命的な一押し、海外通販を利用しても非常に高額なこのカード、現在アルティメットプライスにて2万5000円にて出品中です。で次がですね、ちょっとこれまた変わってるもんでして、これなんですよね。俺今回あの大会出るのに相棒ジェガンサを忘れて、はい、そうでしたね。でそのあの急遽ジェガンサ買わなきゃって言ってあの会場中練り歩いてたんですよ。あったんですよね。そうあったんですけどシリアル何倍だったんですよ、ね、でこれ嘘じゃなくて本当にこれしかなかったんですよ。すごくないですか、なんでないのと思って、本当にこれ1枚しかなくて渋々買ってきた073番でございますね。これは、もうここねイラストに書いてある通り世界に500枚しかありません、それの73番でございます。ちなみに買った金額は280ドルだったんだよな。280ドルだったんで、まあ、4万ちょっとぐらい、うん、今ちょっとずつ安くなってますね。あドルが、あそっか。うわ最悪、マジか。でもジェガンサー高くなってますよね。そうですね、ジェガンサー高くなってます。ジェガンサー人気、そうドルが下がってもジェガンサー人気高くなってる。というわけでこの相棒ジェガンサーシリアルナンバー ID、まあ、一緒に戦った中だけど、まあ、俺これであのキャッシュロックされてたら普通に活動できないからな、うん、これちょっと出品しようか、うん、結構これ今ね揺れてるんですよね、どうしようかなっていうので。いくらですかね値段だって相場っていう概念あんまないですもんね。こう280ドルで売ってたから買ったんですよ。そうですね、300でも買ってましたよね。まああの背に腹変えられないですあの状態は多分300ドルでも買ってたと思う。400ドルだったら大会出ることを やめてたかもしれないですけど、まあ300だったら買ったかもしれないな。というか300ドル相当の値段つけるってことですかね。そうですね、こうせっかくここまで運んできたの、まあ、まあ確かにな。あちょっと面白いな、なんかこの企画300ドルだ、4万5000ぐらいみたいなことですか。そんなぐらいですよ、4万5000。未来英語ジェガンサー使い続けるだろう、そのやっぱカードとして。まあキックすることあるとしたらこいつ禁止になったり、相棒ルールがなんか刷収したりみたいな。相棒ルール詐称あり得ると思います。いやー相棒ルール詐称はあのちゃんと禁止してるってことは残るんじゃないですかね。石橋さんはどう思われますか。ちょっと今聞いて調べたんですけど、はい、なんか日本だけですよ。海外は正しい、そう海外の値段でそのぐらいは妥当っぽいんですけど。日本だといくらぐらい売ってるんですか。日本はまあ、1件しかないので、まあ、これ売り切れたらそうもないんですよ。じゃあそいつ買ってあの倍の値段で売りましょう。約3万円です。でもなんでそれ買ってこいつ6万円で売ろう。マジでだって500枚しかないので。いやでもどうだろうな。いや例えばシノブグッズだと楽勝で6桁いくんですよ。結構あのやっぱコレクター需要の方が高いから、コレクターに人気なキャラクターであることが結構重要かなっていう。ジェガンサーコレクションしろ普通に。ジェガンサーをコレクションしろ。プレイ用に寄ってくると結構話が違ってたりはしますけど。なるほど。あれですね、あのこれって言ってしまえば昔のマスターピースみたいなもんで、うん、マスターピースもあのスタートは全然 1,2 万円台が結構多かったんですけど、うん、あのいざプレイ用のカードが後々もう6桁いってるみたいなことは全然あるんで、うん、今安いだけみたいなオチは全然あるかもしれないですね。とりあえずそのジェガンサー注文しましょう。それをマジでだって一番使われてる相棒じゃないですか、紛れもなく。ヨーリオンといい勝負。ヨーリオンよりは使われてません。いや、俳優の鳥がシーはヨーリオンまま見るんです。僕はヨーリオンずっと使ってるんで。いや、マジでいい勝負だと思います。マジですか。そうなんだ、ヨーリオンとどっこいか。あ、てか、あれですね、デッキ勝負かもしれないですけど、うん、ヨーリオンはファンが多いです。あ、まあ、てか、ジェガンサーは正直様式美なんですよね。入るから入れとこっていうので、そのヨーリオンのデッキはやっぱヨーリオンであることが強みじゃないですか、うん、だから使ってて俺はヨーリオン使いだけど、ジェガンサ使いはなんかジェガンサうちいるんだけどみたいな感じですからね。なんかうちジェガンサいるけどみたいな感じだから、確かに愛着全然違うんだよな。
ただそれだな、多分どんなぐらい活躍されました？正直俺これマジで一切活躍しないと思ってたんですけど、はい、こいつ結構いい仕事して果敢デッキに入れたんですよ、はいはいはい、で最近の果敢デッキってあの目立ちたがりはめっちゃ強いからあそこに除去をあの当てるかどうかのゲームになるんですけど、そのあそこに除去当てさせないためにこいつが普通に5号でさ除去吸ってくれみたいなので結構こいつ出てきて鎮座するっていう場面あったんですよね。その計画で置いてある、うん、その目立ちたがりでプレッシャーかけながら巻いて除去構えてるじゃないですか。じゃあこいつ出てくるよみたいなので、そのなんかドローゴーのなんか間とかにこいつを普通に回収して出すみたいなのがあったんで、なんか想像よりもはるかに果敢デッキでこいつ機能はしてました。いいですね、うん、なんかこいつがちゃんと除去をあの孤独食らってくれて、うんうん、あの目立ちたがり屋が殴ってくれるっていうなんかあの相棒というかなんかデコイみたいな感じだけど、うん、デコイになりましたね。竹デコイだな。まあ、これ売れても売れなくてもどっちでもいいからな、全然あの使ってもいいしな。というわけで世界に500枚限定のシリアルナンバー入り相棒カード湧き出る源ジェガンサは4万5000円にて出品中。ただしヨシイロお気に入りのカードなので1週間経った段階で取り下げます。お買い求めの際はお早めに。まあそんな感じで、数々を出品してきたわけなんですけど、はい、今回ね最後にわりかしとんでもないものを持ってきまして、最後持ってきたのがこちらなんですけど、これ今回あのマジックアムステルなのでなんか90ユーロかな120ユーロかなんか買い物するとプロモカード1枚もらえるんですよ。で、まあ、それがソープロなんですけど、ごくたまにフォイルバージョンが出て、なんとそのフォイルバージョン出たんですよね。これ一応光ってます、ソープロで。自転車乗ってます。そうですね、自転車乗ってる鳥で。で俺これあの渡された時に全部フォイルだと思ってあんま喜んでなかったんですよ。あのプロモありがとうございますだったけど、本当にこれフォイル少ないっぽくて、だからあのなんか西出さんとかが、うん、それ光ってるじゃないですかってめっちゃ興奮してて、いや全部光ってるだろうと思ったら西出さん持ってるの全部そのノンフォイルで、だからこれかなり出ないっぽいんですよね。これどうですかソープロ、多分なかなか出回ってないと思いますよ、特にこのフォイルバージョン。ちなみにあのポンダシアンか、シアンは光ってる場合で2万円とかしてたと思うから、あ、じゃあこれも結構しそうですね。でもポンダーとソープロどっちが人気って結構難しいな。僕はソープロの方が好きですね。あ、マジですか。俺絶対ポンダーの方が好きなんですよね。ポンダ好きです、ね、うん、でも ソープロの方がやっぱ歴史があるカードだから、普通に考えたらソープロの方が人気だとは思うけど、あ、やばい、え、こんな、あ、でもソープロ分かるかもしれない。結構しますね。結構しますね。え、石橋さんどうですかソープロプロモバージョンはどのぐらいつけても許されそうですか。いや、ちょっとマジで情報がないです。マジで情報がない。これ市場を掌握できるのかもしれない。てかこれあれだな、市場を掌握できるカード見つけるの面白いですね。面白いですね、うん、確かにな、うん、あとチューリップ、あ、そうだ、チューリップもなんかオランダの名産物みたいなので、うん、この人チューリップ持ってきてますね。持ってきてますね、チューリップ。チューリップスブリング、ラブイントゥザワールド。ああ、そうか。アイブリングザチューリップス。ああ。チューリップが世界に愛を運んでくると。うん、ああ、なるほど。え、フレーバーもそうか。だから僕が、うん、チューリップを運んできたと。あ、じゃあ、俺こそがその平和の象徴であるみたいな、その愛の象徴であるみたいなことか。そうですね。多分もともとは結構武装してたんでしょうね。うん、ああ、だからか。うわ、ちゃんとソープロになってますね。そのかつてその戦場にいたけれど、俺はもうその剣を捨ててチューリップを運んでるんだっていう、だその好きをあれですね、チューリップにしてるんだ。へえ、待って、これフレーバーめっちゃいいな。めっちゃいいですね、うん、あのいいな。なんか俺そのフレーバーあんまなんかあれソープロっぽくねえなっていうか、イラスト見た時はソープロっぽくねえなと思ったけど、フレーバー聞いたらめっちゃソープロやん。でもこいつあの戦場で戦えるのかこれ、こんなんでだってこいつあの1個突っ込ませてもらうと、はい、飛べないですよね、鳥だけど跳ねないもん。跳ねないですね。俺のナジューと大して変わんない、うん、いや俺のナジューやん。いや、この人もこう取ったらこう傷だけの顔でできて、じゃあ鳥じゃないんだろこいつは。つまり海外通販で僕が調べる限り、うん、え、市場掌握ノンフォイルの60ドルは出てくるんですけど、あ、でもノンフォイルで60ドルなんだ。フォイルがないんですね。じゃあもうちょっと
すいません、村の人にちょっと一応なんか聞いてきます。うわ、すごい、あのはい、うちにはあのホイールに詳しい従業員が20% おりました。それ 20% も今妻1人なんですけど、ね、はい、あの前回 25% だったんですけど、ああ、そうか、はい、あ、1人増えたんですね、おかげさまで。うおー、ありがとうございます。あのこう石橋さん、あのたくさんのこうお客さんをこう預け入れしていただいたおかげで、うん、石橋さんが大変なことになってしまった。そうですね、石橋さん1人であのこのパーク全土を管理してるからね。ネドリ石橋という名前がついてましたからね、コメントで。ネドリ石橋はそれマジでセンスあるなと思ったセンスあるというか、こう教養ある人多いですよね。あ、いや、コメントってマジで頭いい人いて。そうですよ、ね、ありがてえなと思うな。ネドリ石橋最高だったの。おっ、ホイールでありましたね。でもそれが多分もう最後の在庫で、それを買ったら市場を掌握することができる。本当だ。いや、そうっすね、海外のがないっすね。マジで、あって海外が200ドルが1枚あるだけみたいな感じだったから。200ドル、じゃあつまり3万円近い金額ってことですよね。2万8000円とか、もう日によって今だったら変わるけど、まあ、確かに今ドルがだいぶそんなもんか、3万円いかないぐらい。わあ、じゃあ俺結構すげえもん持ってきたんだな。めっちゃついてたな。いや、今回そのアムステルダムのユーロ高すぎて死ぬほど金飛んでったんですよ。でもなんかこういうのだったりだとか、あとまあ会場で、あの前あのマーク・プールさんのあれ、アーティストプールだったりだとか、まあそういうのが手に入って、なんだお金飛んでったけど、なんかいろいろなんかかけがえのないものを手に入れられて、うん、なんかいい旅だったな。じゃあどうしよう。でも俺の親父がよく言ってるいい言葉があって、はい、その物の値段を下げるのは簡単だと、それ誰でもできるとってよく言うんですよ、はい、だから売れる値段をつけるのは多分簡単だと思うんですよね。一番安い値段をつければ売れると思うんで、俺はその未来を見越した金額にしようと思う。だからもうすぐに売れなくてもいいから、はい、まあ、その何ヶ月後、その価値がやっぱりこの金額なんだなってみんなが理解する頃に向けて、いや、わかんねえなこれ。でもないんですもんね。ないのにビビる必要ないですもんね。そうですね、こうあの今値段を決めるとそうだ、俺があの市場を掌握してるんだもんな、大げさに言うと。だ、俺が価格だ、こちら3万円にします。ありがとうございます。別に買わなくてもいいけどな、まあ、売れなくても売れないで、別にあのまたこれ見たくなるとき来ると思うから。究極の価格を、うん、確かに究極の価格を目指す店、うん、店ではないけど、究極の価格を目指すサービス、アルティメットプライスなんで、確かにその究極の価格を目指さなければならない、うん、であとまあこれね、本当に非常に何だろう、まあ、レアなもんで、まあ、今回の旅の思い出ではあるんですけど、あのもう一枚あるんですよね。なんかあのね、奇跡的にね、またあのホイール当たったのよ、うん、だからこれ1枚はもちろんあの思い出で、1枚はあの次のマジコンのあの旅費にします。マジックコンアムステルダムオフィシャルストア限定プロモカード剣を好きに、ホイールバージョンは海外でも大変貴重な1枚となっております。ぜひこの機会にお買い求めください。で、あと最後、内田さん何かありますか。はい、実は我々はい、面白いキャンペーンやっておりまして、面白いキャンペーン、はい、こうアルプラで、はい、これ売りましたとか買いました、はい、売ってますよ買ってますよっていうことをこうワンボタンでツイートできる機能がインプルです。ああ、はい、もう、はい、報告するだけみたいな、はい、何の意味があるんですか。でこれあのいいことがありまして、はい、1個目はこう宣伝できるということですね、うん、自分の売ってるカード。あ、確かに、はい、うん、でもう1個、はい、こういいことがありまして、はい、その中から1週間で1人、はい、ボックスが抽選で当たる。とんでもなくいいことじゃないですか。はい、とんでもなくいいことを。ただあの近況報告するとボックスが当たるんですか。なんとカードを出品するだけで毎週1名様にボックスが当たる、利用者を増やすための超お得なキャンペーンです。ぜひこの機会に君もアルプラを利用してみよう。はい、もう当たっちゃいます。でもそんなん多分2万人ぐらいやっててほぼ当たんないんじゃないですか。そうですね、2万人ぐらい来ていただければよかったのですが、こう先週なんとこう、はい、20人の中からちょっとおかしいって
え、ね、あの、え、ツイートするだけで20人に1人でボックス転園したのが、はい、あの 5% のガチャガチャ。え、でもどうせドラゴンズメイズとかなんじゃないですか。なんと先週は、はい、モダンホライズン3だったんですよおかしいな、ってか本当にマジで認知されてないだけで、みんなやったらいいじゃん。はい、もうどしどしこう抽選に参加していただければと思います、うん、非常に激アツなキャンペーンなんで、もう なんでこんなのが成立してるか分かんないけど、まあ、とりあえずあるキャンペーンにはみんな乗っかった方がいい。だから皆さんぜひこの機会にアルプラ覗いてみてください、というわけで今日の動画は以上になります。面白かったらぜひチャンネル登録&グッドボタン、そしてアルティメットプライスも、登録よろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。カードを出品する上で不安なこと、それは預けたカードが盗難に遭わないか。でもご安心ください、アルティメットプライスでは徹底したセキュリティのもとお客様のカードをお預かりしております。マジックでフリマならアルプラ。